はい、今日はですね、三重県津市にあります高田本山というところにね来ています、非常に大きなお寺ですけども、ここのですね、今からこちらの方に、この奥に納骨堂があるんですけどね、その納骨堂の前にこのような池がありまして、とても美しくて、まるで極楽浄土を思わせるような鯉もいます、こんな感じのね、とても絵になりますね。これを描いてみたいと思います、今太陽が降り注いでるんですけど、天気予報は曇りなのでね、曇ってきて、もしかしたら、雨が降るかもしれませんけどね、できる限り頑張って描いてみます。今日は水彩画のグループでこのお寺にスケッチに来てましてね、みんなはお寺の方を描いてるんですけどね、また私はいつものように孤独に一人ぼっちで、納骨堂というしかも寂しいところにやってきました。この奥に納骨堂はあるんですけど、本当にね、落ち着いた心地いい池です。はい、ここをでは描いてみます。今日は紙はホワイトアイビスを持ってきました。アウトドアスケッチに向いている、素早くぼかしたりするためのホワイトワトソンがちょっと切れていたのでホワイトアイビスにしたと、そういう理由です。はい、今日は鉛筆を忘れてしまいました。なんということでしょう。なのでですね、大丈夫です。慌てず騒がず、そういう時はもう色からもう直接塗っていくということでやってみます。まずはちょっと葉っぱがキラキラ光っているようなところだけ、サランラップにマスキング液をつけて、そしてちょっとマスキングをしておきます。はい、ではまず水を引いていきます。ちょっと水の音がね、うるさいかもしれませんけども、ご了承ください。では円形の方をめがけて、まずはレモンイエローを下塗りしていきます。徐々に濃い色をウェットインウェットしていきます。パーマネントグリーンですね。徐々に濃いめにしていきます。サップグリーンとかビリジャンプラスバントアンバーなどでちょっと奥の方を具体的に表現していきます。中間の島みたいなところにある竹ですね、それをイエローオーカーとジョーンブリアンのミックスした色で竹を表現していきます。
少し濃い色も入れていきます。やや円形なのでちょっとぼかします。遠くの樹木の幹や枝をほんのりとぼかして入れてきます。では中の縞の部分の下の方の、竹の葉っぱかな、これを描いていきます。ぼかすところは素早く水に濡らして筆でぼかしていきます。結構蚊がいるので焦ってしまいますね。ちょっと拡大してみました。少し濃い色調も入れていきます。上部の下塗りがそこそこできましたので、水面にまず空を映し込んでみたいと思います。まず水を引いておきます。少し鯉を泳がせたいので鯉を入れるところだけティッシュで拭き取っておきます。金形の草むらを描いてみたいと思います。それでは池に映り込みを表現していきます。ではこの部分の植物を表現していきます。蚊がいたので追い払おうと思ったらパシュッとこう絵の具が飛んでしまいました。はい、これもよしということでね、これも絵の表現の一つだということで生かしていきます。
はい。で、さらにですね、ぐっとこちらに伸びてくる、すごい金形の葉っぱをあらかじめ表現しておきます。では岩を表現していきます。ありがとうございます。まだ途中なので、ありがとうございます。ではそろそろこの辺の樹木の幹、枝を描いていきたいと思います。
では鯉を描いていきます。ありがとうございます。はい。ああ、そうですね。いや、これは出さないですけどね。はい、どうも。夏なんですけども、なんとなく枯葉が水面に落ちていますので、ガッシュホワイトとジョンブリアンをミックスしたもので、こんな風に落ち葉をちらほらと落としてみます。では下の草を表現してみます。はい、こんな感じになりました。では、マスキングを剥がしていきたいと思います。今日ラバークリーナーも忘れてしまったので、指で剥がします。うわ、急に光が出てきました。はい、マスキングの部分は光る葉っぱという感じでマスキングしましたので、まあほぼ残しておくんですけども、そこに明るい黄緑色を入れてみたいと思います。黄緑を入れたり入れなかったり、なので白いままで残すとことか、いろいろ作りながら入れていきます。最後にガッシュホワイトを光る部分に少し入れてみたいと思います。例えば岩の上とかですね。あとこの辺に、ちょっと波紋を入れてみたいと思います。はい、なんとか時間内にできました。はい、こういう感じです。それでは拡大したものを上部の方からご覧ください。この辺りは緑の補色である
オレンジ系統の色を家に帰ってから少しぼかして追加してみました。画面が緑ばかりになって単調にならないようにしたわけです。岩と水面の境界部分にガッシュホワイトで白いラインを入れています。これは家に帰ってから少し追加しました。鯉ははっきりとは書いていません。水面下にいるわけですので、ぼんやりと見えますし、動いていますので、あっさりと簡単にぼかして表現しています。はい、最後までご覧いただきましてどうもありがとうございます。この水彩画制作過程動画の全シリーズを一目でご覧いただけるサイトを作りましたので、この画面下の解説欄にあります URL をクリックしてみてください。第1回目から今回までのすべての動画が一目でわかるようにしてありますので、見たい動画を速攻でご覧いただけますので、どうぞご覧ください。また無料で学べる水彩画8日間集中講座というのもやっております。これも画面下の URL からどうぞご覧になってみてください。そしてチャンネル登録の方もよろしかったらぜひお願いいたします。